疲れた。もうダメ、動けない。雲付き もうちょっと一緒にいたかったかも。友達以上っていうのもいいかもな。呼んだ？は？え、なんでここにいんの？
うさぎ沢に呼ばれたような気がして、呼んだけど呼んでないし、いやっていうかなんで呼んだら来るんだよ。お前は一体どこの幼児向けヒーローだよ。幼児向けっていうかうさぎ沢向けヒーローかな。うっせえよ。俺も就職先が割と近くて家はすぐ近所にある。初耳なんだけど。本当は引っ越ししてからサプライズするつもりで黙ってたけど、距離を置かれてたからこれ以上嫌われたくなって黙ってた。そうなんだ。でもなんか呼ばれてたから俺もウサギ沢の顔見たくて。なあ、なんで俺がお前の名前呼んだの分かったの？企業秘密。あとさ、お前今どっから入ってきた？うち3階なんだけど、どうやって登ったんだよ。登ったんじゃなくて、降りた。はぁ？俺、家もこの近く。っていうか、真上だから。やっぱお前気持ち悪いわ。なあ熊月。あ？今度飯でも食いに行こうよ。